はやってるので、そっちに近場のその仕事しの方に行ってほしいですね。はい、申し訳ないです。事務局長じゃないごめんなさい、事務局長ではない。さあ山田裕貴 VS 大峰翔、さあ大峰翔先行の 0-1 ゲームスタート。ちょっと見てみますか。いや今のは下打ちしてんな、下打ちしてんな。さあ山田裕貴、そして140スタート。今マジかよとは言いましたけど、下打ちはしてない。大峰翔下打ちはしてない。おっと140、2連発ですね。うん、してない、してないじゃないですか。さあここでトーンですね。下打ちしてないですね。大峰翔は下打ちは してません。下打ちしてそしてあーナイスフィニッシュ、しっかりと決めてきました。121インナーフィニッシュ。投げたらね、投げた後つぶやくんですね。でもうつぶやきショーでいいんじゃないですか投げた後つぶやくのはつぶやくよね。あ、つぶやいた、つぶやくのはつぶやくな。そしてあーベイクラン、ふてくさしょいやー山田選手いいですね。インナーフィニッシュの後は30オーバーですか。
いいですね。インナーフィニッシュの後は30フィニッシュですね。山田選手いい状態ですね。暴れてますよね。ビークラン3本目のカットをしっかりと決めてきました。さあ今日の見どころっていうのはね、誰がロボット浅田をストップさせるのか、ストップするのか。ダブルカットですね。ダブルでしっかりとカットしてきました。さあナイスタッツですね。またもや30オーバーですね。山田選手状態いいですね。はい、素晴らしい状態ですね。まあね、選手っていうのはそのやっぱ体質だとか、僕もそうなんですけど、例えば手が乾燥するとか、年と同時にやっぱり油っ気が減っていって、もう油はどん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 頭に集中して、手の油とか出ないですよね。あ、どん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 、いや、変わってきますよね、人間のこの形状っていうのがですね。まあそれに合わせてね、やっぱトッププレイヤーというのはバレルもどんどんチェンジしていくっていうのが、まああると思いますけどね。はい、